はい、こんばんは、こんばんは、ごめんなさい、<laughs> えーとですね、やっぱり電源が切れてしまいまして、でまあ、急遽できょ、ね、あのまあ、コードを探して、ですね、電源入れました、すみませんでした、アンジビさん、メイさん、ガッデムさん、ファンさん、ラプタンさん、えー、どうもですね、えー、だいぶ遅くなって、申し訳ありません、えー、ファンさん、はい、えー、橋本さん、えー アディエルさん、平和炭酸、さん、き、えー、はですね、ちょっと、えー、光ファイバーの方がなんか調子が悪くて、そして、えーまあえー、そのクロモオさん、はい、どうもすいませんでしたあの、時々ですね、光ファイバーの方が調子が悪い時があります、ちょっと原因が分かんないんですけど。えー 調子が悪いですね。はい、えー。それでは申し訳ありません。もう一度最初からやりますね。えっと今日のタイトルはですね、えー、大統領選で霊的な戦いを知ってほしいというタイトルです。アリエルさん、トランプさんに決まったんですか。いや、えっとですね、結果はですね、多分えっとあとそ八時から。 今晩8時から投票が始まりまりす何時間投票するかちょっと分かりませんが、多分ですね、半日ぐらいですから、それからまた半日ですから、明日の夜ぐらいですかね、早ければ明日の夜ぐらいに、えー、開票が、えー、当選が決まるかもしれません、ちょっと分かりません。 マモさん、電波直りましたかはい、電波ですね、あの、まあえー、応急的にですね、ちょっと応急的にあの、やっております。あの、はい、申し訳ありませんでした。多分、これで、まあ、なんとか、えー、ツイキャスト、フワッチだけなんですけど、なんとかできるんじゃないかと思うんですが、申し訳ありません。えー そうですね、まあ、あのトランプさんが勝利すると信じています、トランプさんがですね当選すると信じていますが、えー、結果は分かりません、えー、そしてですね、えっと、ラブタンさん、昔の方が回線が安定してました、私のところも最近、えー、切れます、そうですか。えー まあ、そのネットを使う方が、まあ、増えているというか、えー、コロナでテレ,テレワークが増えて、ですね、まあ、回線が、まあ、切れやすくなっているのかもしれません、わかりません、えー、そうですね、えー、っと今日私が言いた,言い,たいのは、ですね、えー、今回の大統領選は、 まあ普通の大統領選ではない、普通の選挙ではないということなんです、それはですねトランプ大統領が侵攻で戦っています、ホワイトハウスで祈っています、そしてトランプさんはですねクリスチャン的な、信仰的なポリシー、昨日もちょっと言いましたけど、地絶反対とか、同性婚反対とか、イスラエルサポートとか。 そういういい信仰的なポリシーで戦っていますそれからもう一つ、トランプ大統領はですね、アメリカを信仰的な国に戻したい、アメリカを信仰的な、信仰的な国に戻したいという、そういうですね、あの思いがあります。そういうい意味で 今回のアメリカの大統領選は、霊的戦いが非常にまあ濃厚と言いましょうか、強い霊的な戦いを表しているのではないかなと思います。多くの人はですね、霊的戦いというものを知りません。霊的戦いというのは、神様と悪魔の戦いとも言えるでしょう。このの世界の中で まあ、クリスチャンの戦いとも言えるでしょうそして悪魔悪霊との戦いとも言え,言えます私たちの敵は悪魔だと書いてありますそういうわけで私たちは、えー、悪魔悪霊と戦っている、えー、今回の大統領選はですね、えー、まさに、えー、その、えー、何でしょうかね、えー 民主党の考え方民主党の考え方は、えーまあ、悪,れ悪魔の考え方というふうには直接見えないかもしれません悪魔の考え方には見えないかもしれませんしかし、えー、中越賛成同性婚賛成、えー、反イスラエルまたは親中国親中国ということは 結果的には、結果的にはですね、それは、えー、悪魔側の考え方だと思うんです。カ、え、ズ、ー、さん、はい、教会に行きました、アメンえー、本庄さん、えー、ごめんなさい、えー、っとですね、光ファイバーがちょっと調子が悪くてですね、今、w i f i ルーターでやっておりまして。 ツイキャスト、フワッチしかちょっと今、できないんです、ごめんなさい。はいえー、そしてですね、えー、もう一つはですね、えーその、トランプ大統領が中国に対して戦っています、えー、中国に対抗して戦っていますが、まあ、それもですね霊的な戦いだと思います。 えー、共産主義というのは共産主義というのは無神論で、共産主義というのは、えー、進化論であり、また、えー、その宗教宗教を否定し、文化を否定し、えー、家庭を否定しています。カズさんこれからの結婚生活は聖書が教えてくれますか。そうですね。えー、聖書のですね。えー 夫婦の、夫婦についての教えがあります。ぜひ、それを学ばれるといいと思います。そして、信仰をしっかり持ってから、信仰を持ってから結婚するすることをお勧めします。よしさん、ごめんなさいね。えっ、ー、とですね、えー、まあちょっとネットの具合が悪いということで、ネットの具合が悪くて、今、ちょっと、 子供はやってないんですけど、えっと、コリントを彼女に読ませた方がいいですか、まずですね、信仰をしっかり、えー、教えることが大事です、罪とは何か、十字架とは何か、なぜイエスキー人を信じなければいけないのか、そういうことをまずその教える必要があります。えー是非えー、その えー、そうですね、えー、信仰の、えー、ABC、信仰の ABC を教えるといいと思います。アデルさん、トランプさんが負けたらこの世の終わりですか、いや、そんなことはないですよ、えー、トランプさんが負けても、まだこの世の終わりではないですが、えー、せっかくトランプさんがですね、 イスラエルを応援しそしてアメリカをですねもう一度信仰,の信仰のある国にしようとしているわけですそのトランプさんが負けたらですね、えー、かなりですね、えー、そのアメリカという国がですねもっと悪くなってしまうのではないかと思われますファンさん誰でもクリスチャンになれるというわけではないのですねえー そうですね。そことは難しいところです。誰でもクリスチャンになってほしい。誰でもクリスチャンになってほしいですけれど、しかしイエスキースを信じなければクリスチャンになれないということですね。カズさん、サン・オブ・ゴッドという映画を彼女と一緒に見ました。ああ、そうですか。それは良かったですね。チャンケイさん、なぜトランプさんを応援してるんですかトランプさんのー制作、えー トランプさんのポリシーがですねクリスチャン的なポリシーだからですねそして本当にトランプさんは祈って祈って政治をしていますまた祈られていますトランプさんは今までの大統領よりもですね信仰的な大統領ではないかと思われますねそういうわけで 皆さんんにその霊的な戦いいをして学んで欲しいのでしのすファンさん、クリスチャンになるには何かせん先生のようなものをしなければなりませんかイエス様を信じるという告白が必要ですね、えー。イエス様を信じるという告白が必要です。そして、洗礼を受けることが大事ですね。洗礼を受けることによって、イエス様の弟子になる。 イエス様の弟子になるという入門式になるわけですね、えー、水の中にドボンと浸かるという、えー、皆さんの中でですね洗礼を受けたまだ受けてない方は、えー、洗礼を受けることができますので是非、えー、お問い合わせください。 カズさんトランプさんが大統領になったのは教会の応援ではないということですかね最初はそう思っちゃう。いや、トランプさんは教会の応援、クリスチャンの応援で大統領になったと思いますよ。えー、今回ですね、トランプさんが、 当選すると信じていますそしてその民主党がですね民主党がいろいろ問題があるということが暴露されていくのではないかと思いますもうすでにバイデンさん親子がのスキャンダルが暴露されていますそしてそれがですねもっともっと暴露されて国家反逆罪国家反逆罪という形で ハ、まあ、ンター・バイデンさんがですね有罪、えー、になる可能性もあります、そしてまた、アメリカのメディアが、えー、みんな、えー、やはり、えー、大きな変更があり、ですね、えー、民主党寄りの,、えー、そのニュースばっかりでした、まあ、そういうことで、えー、アメリカ中が、または世界中がですね アメリカのメディアは大きな間違いだったという、そういうですね、真実が見えてくると、多くのアメリカ人の人たちは、悔い改めてですね、悔い改めて、信仰的になる可能性があります。そして世界もですね、そのようなアメリカの霊的な戦いの中で、その、 神様と悪魔の戦い、クリスチャンとこの世の戦い、そのようなですね構図が見えてきて、この大統領選の結果によってですね、大きなリバイバルが起きる可能性があります、えー。アメリカ中の人たち、世界中の人たちが、この霊的な戦いを見てですね、あ、本当に神様が働いているんだ。神様が トランプ大統領を祝福してるんだ。えー、神の力をが、えー、このトランプさんに働いてるんだということをですね、えー、見ることができるかもしれません。えー、日本のメディアもですね、えー、そのことで変わってほしいと思います。そういうわけでですね、えー、まあ来明日の明日の 何,何でしょうかね明日の、まあ、夜にですね結果が出るかどうか分かりません木曜日になるかもしれません結果がいつになるか分かりませんが、えー、まあそういうですね、えー、またその結果を見てですねまたいろいろ放送のお内容を考えてみたいと思いますがとにかくまあ あと,ね、あと30分ぐらいから投票が始まります、えー、アメリカは今ちょうどですね大体朝ですよねアメリカは今朝ですですからもう投票が始まる頃なんですねはいそれではですね今日もちょっとあ,のあれですね 明かしタイム行きましょう明かしタイム、えー、イエス様を信じて、イエス様を信じて、霊的な戦いというものを知った証し、えー、大統領選で、大統領選で、えー、トランプ大統領、クリスチャンのトランプ大統領と、そしてそれに反する、この世的なバイデンさんと。えー そのような大統領選で霊的な戦いというのが見えるようになった分かるようになった証スタートスタートスタート アリエルさん、全国から投票はされているのでしょうか。えっとですね、アメリカだけですね、アメリカだけなんですけれども、えー、あと30分ぐらい経ってからですね、投票が始まると思います。確かですね、昨日ぐらいからサマータイムが終わったと聞いてますね。サマータイムが終わったと聞いています。牛タンさん。 えー、クリスチャンが一丸になって祈ればトランプ大統領は再選すると思いましたアメン、えー、クリスチャンが一丸になって祈ればトランプ大統領は再選すると思いました 昔は他にないでしょうか。えー、ニコ動がないとコメント少ないですね。そうですね。でもね、ニコ動のコメントはいいコメント少ないのでですね、えー、ツイキャストファッチがまあ、えー、進行コメントが多いです。 は赤、いえー、証はないでしょうか、も物さん、でもニコ生の9割ぐらいは悪米ですね、そうですね、黒本さん、トランプ大統領、当選したらリバイバル期待できるので、たくさん祈ります、アメンありがとうございます、そうですね、えー、トランプさんが当選すると、アメリカにリバイバルが期待できます、そしてアメリカだけではありません、日本とか、えー、他の国もですね、 リバイバルが期待できます。ジャスティスさん、ニコ生の悪コメを、たちを、ええー、改心させたい。そうですね。あの、ニコ生の。嵐の中の方、うん。 嵐の人たちもですね。悔い改めてイエス様を信じた人も何人かいますえ、そういう証を聞いています。ですから誰でも誰でも救われる可能性があるということですね。 ゆうたさん、ニコ玉はいいコメントがあっても悪く目で流れてしまいますねファンさん一人でも多くの人たちに平安が訪れてほしいと思います猫さんバイデンが勝ったらどうなるんですか、えー、もちろんバイデンさんが勝ったとしてもですね 私たちは、す、え、べ、ー、てのことを神様が支配していますので、それは、それでですね、えー、まあそんなに失望してはいけないと思います。えー、神様はすべてを支配して、神の見心を行っていますから、私たちはトランプ大統領が当選してほしいし、当選することが見心と思いますけど、えー、神様は、えー、の、 ご計画がありますから私たちは全ててをを信じ全てを期待すするとあります、えー、私たちは自分たちの願い通りにならないからといってがっかりしません不満を言いませんどんな状況でも神様がお決めになるのですアリエルさんイエス様が良い方向へ導いてくださると信じています さんバイデンとヒラリはどちらが街ですか <laughs> 分かりません勝也君、えー、キュウちゃん牧師さんが長生きされることを祈りますありがとうございますポンちゃん信仰は滅ばないから安心ですねそうです私たちは、えー、神様はですね 永遠から永遠のお方です。神様は変わりません。ですから私たちは、この世の状況はいろいろ変わります。この世はいろんな変化があります。でも神様は変わりませんから、私たちは変わらない神様に期待します。ラブタンさん、イエス様が大統領になったら本当に心から幸せですね。アジェルさん、キリちゃん牧師も主張になってほしい。 政治家というのはです、ねあの、あまり伝道できないんじゃないかなと思います、トランプ大統領はどん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 メッセージをしてです、ね、伝道してほしいと思いますが、やはり政治家というのは、やっぱり限界があると思います、むしろこうやってです、ね、ネットで伝道したがまが、まあ、ネット、伝道しやすいんじゃないかなと思います。 ワイさん、バイデン氏がカトリックだから悪口言うんでしょうか。いやその悪口というよりもですね、まあ、クリスチャンの考え方は、地裂反対だったり、造成婚反対だったり、イスラエルサポートという考え方。これがですね、まあ、クリスチャン的な考え方だということですね。クロモさん、神様のご計画には一つもいがないので、バイデンさんになろうとも落ち込みません。 神の御心に感謝します。アメンエマルさんこんばんはエマルさんこんばんはハレリアアジェルさんなるほどそうですねきゅちゃん牧師が政治家になったら気軽に質問や話を聞くこともできないのでネットでいいですねそうですね。 えー、ネットで電動というのは非常にまあ栽培というかなかなかリアルで電動するのは難しいです、えー、リアルで電動というのは難しいですでもネットというのは電動しやすいですね非常にですね、まあ、やりやすいと思います猫、ね、さんはい トランプさんが再選するという予言が5個もありますね、えー。トランプさんが再選するという予言が5個もありますから、えー、再選すると思います。トランプさん、えー、エマルさん、トランプ推しです。アメン。えー、エマルさんもトランプ推しですね。か也さん、きゅうちゃん牧師が身近にいるから困ったら、 頼りりになりますファンさん、日本ではクリスチャン政治家は用いられないのでしょうか。えっとですね、国会議員の方でクリスチャンの方がいますね。一人か二人かいます。えー、国会祈祷会っていうのがありましてですね、11月17日だったかな。11月、今,今月の17日に国会祈祷会っていうのがオンエア。 オオンラインで、ね、オンオンラライイででねあります私は参加しませんがそういう国会議員でクリスチャンの方もいます、えー、クリスチャンの国会議員が増えてほしいなと思いますねはいそれではですね明石タイムいきましょうあさっきや,やりましたね明石タイムねさっき明石タイムやりました Y さんトランプ氏が負けたら5人の偽容言者を生み出すことになってしまいますねまあそうですねあの、うん、偽予言と偽容言者とあの当たらなかったらね偽容言者と言っていいかどうかそれはちょっと議論があります仁美さんアメリカ大統領の 大統領選の結果がそんなに大事なのですかとみさんねアメリカの大統領が熱心なクリスチャンなのかねクリスチャンじゃないのかそれは大きいと思うんですやはりこの放送でも言ってきましたトップが大事なんだトップが大事なんだというふうに言ってきましたアメリカの大統領が熱心なクリスチャンならば 素晴らしいと思いませんか。えっと高木さん、僕のお母さんがキュウちゃんの放送を見て偉そう偉そうにと言ってました。僕はキュウちゃんの放送はためになるので、僕は。 お母さんに怒りましたが、これからも放送を見ます。あ、ありがとうございます。ゆうたんさん、たとえバイデン氏が勝っても失望しません。何かしのご計画があるのだと思います。はい、えっ、ー、とですね。あの。まあ、明日の夜。わかるかもしれません。 ね、明日かあさって結果が分かります、えー、それはですねどんな結果でも私たちは、えー、信仰を、えー、しっかり持たなければなりませんトランプさんが当選すれば大喜びしていいと思います、えー、トランプさんが、えー、落ちたとしても神様は変わりません、ね、私たちはどんな状況でもイエス様を喜び イエス様の救いを喜びますですから、えー、私たちが頼るのは見るとこに頼るのではなく目に見えない神様に、えー、神様にを頼りますですから、えー、結,果に結果ももちろん、ね、受かれば受かったら喜んでいいんですよでも、えー、私たちは私たちは 落ち込んではいけけまませせんんんね落ち込んではいけませんはいいそれではですね、えー、まあ少し遅く始まったので遅く遅く終わった方がいいのかもしれませんがはいじゃあファイナルメッセージいきましょうねファイナルメッセージ、えー、私たちは、えー、霊的戦いということをよく理解して 私たちの信仰生活も個人的に霊的な戦いがあります私たちが信仰的ならば霊的な戦いに勝利しています私たちが喜んでるならば霊的戦いを勝利していますしかし私たちが不信仰になったり私たちが肉的になったり私たちが落ち込んだりすればそれは個人的に霊的戦いに負けていることになりますですから大事なのは 皆さんが信仰的に熱くなっていつも喜んでいつもイエス様に感謝を捧げるようなそのような個人的に勝利のあるクリスチャンとして歩んでほしいと思いますそしてこの放送で皆さんが集まって一緒にですね一緒に学び一緒に祈り イエス様と共にですね、霊的戦いの中で、今、激しい霊的戦いがの真っ最中だということを理解して、私たちは、えー、そのなんていうんでしょうかね、えー、この放送に集まることによって、皆さんがこの放送を見てるくださることによって、一緒に戦うことでもあるということですね。 エマルさんトランプ大統領が立候補したとき、まさか大統領になるとは思わなかったです、そうですね、4年前にです、ね、トランプ大統領が、えー、当選した、これは、えー、すごく、えー、あのマスコミが外れたんですね、えー、マスコミ,の,、えー、マスコミの,その予想が外れて、もう世界はびっくりしたわけですね。 そしてそれはクリスチャンが祈ったということもあります。アメリカ中のクリスチャン、世界中のクリスチャンが祈って、それで逆転したのではないかと言われています。今回もそうです。今回も、えー、アメリカ中、世界中のクリスチャンが祈っています。それではですね、招きをしましょう。えー、今日の、えー、今日の ホスを見て、えー、アメリカ大統領の選挙を見て、霊的な戦いがあるんだ。霊的な戦いがあるんだ。個人的にも、国のレベルでも、霊的な戦いがあって、えー、イエス様を信じて、イエス様を信じて、悪魔に立ち向かい、えー、敵である、本当の敵である悪魔に対して勝利をしたい。個人的にも、国レベルでも、 勝,勝利したいと、えー、今まではその霊的な戦いに無頓着だったけれども本当に霊的な戦いが存在しその霊的な戦いはイエスキーと信じることによって、えー、勝利するということが分かったイエス様を信じて霊的な戦いで勝利したい霊的な戦いに勝利したいと思う方アメンと言ってください ゆうたんさん、トランプ大統領は以前のようにヘイトスピーチもしなくなりとてもクリスチャンらしいですそうですねトランプ大統領もですね4年前のトランプさんと今ではだいぶ違っているようですアメン、アメン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 ,アメン 天皇と様ま、感謝しす。私たちは以前は、えー、罪の中に歩んでて悪魔に負けて悪魔の奴隷でしたけれども今私たちはイエスキリストを信じて、えー、罪が許されて、えー、悪魔から勝利するようになりました本当にイエス様感謝します私たちはもう、えーえー 悪魔に食いぶされて、えー、喜びのない生き方虚しい生き方をしたくありません私たちはイエスキートにあって希望に満ち、えー、素晴らしい将来に将来に向かって、えー、喜んでき生きていきたいのですどうぞアーメンといった方々がイエスキートにあって素晴らしい勝利、えー、を 勝利から勝利の人生を歩むことができますように今アメリカの大統領選挙の真っ最中ですがもうすぐ投票が始まりますトランプ大統領が再選すると信じますイエス様どうぞトランプ大統領が、えー、再選しますように再選しますように心から祈りますそしてそれがアメリカの霊的な戦いのステップだと信じます そしてアメリカにリバイバルが起きますように多くの人たちがこのトランプさんの再生によって悔い改め悔い改めてたくさんの、えー、アメリカ人が救いに救われますように心から祈りますそしてアメリカのリバイバルが日本のリバイバルとつながっていきますように日本も日本のマスコミもアメリカのマスコミの影響を受けてかなり変更しています どうぞ真実が、えー、表されますように、このトランプさんの当選によって、えー、アメリカのマスコミの嘘が暴露し、民主党の嘘が暴露し、日本のマスコミの嘘が暴露し、真実が表されますように、ゲスト様、どうぞ悪魔の嘘を打ち破ってください。悪魔の嘘を打ち破って、えー、十字架の勝利が、十字架の勝利がアメリカに、日本に、 世界に来ますように心から祈ります。どうぞイエス様、えー、日本を祝福してください。日本を祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン。ア,メン,アメン。はい、皆さんごめんなさいね、えー。今日はちょっとハプニングがあって、これも霊的戦いなんでしょうか。わかりませんが、えー、ネットがちょっと消えてしまいました。 でも皆さん、えー、一応放送ができてよかったです。それでは明日の朝また7時にお会いしましょう。ありがとうございました。シャローン。おやすみなさい。おやすみなさい。シャローン。おやすみなさい。